ちょっと交絡見ました。まずは三か、まずはどこだこれか。パーティーメンバー、パズス、まずはあの黒耳、この黒耳とすい連れて、黒耳ついてあのコボットの町行く。そして二人手に入れる。その後アンテイという町、アンテイ行ったこと、安定ないね。じゃあこの庭園の西側、安定という町があるはずだ。とりあえずまず大神の村、この二人手に入れる。うん、これじゃない。ダメ。ダメだこれ。もっと早い。これはコボの町か。コボの町行けるかな。コボの町すぎるか。この大神の後コボの町かな。大神皇族の通りだ。いやこれじゃない、竜道じゃない、ない。ああ、これは一番近いやつか。皇族の通りでなんだ。当時の眠っちゃダメ。皇族の通り。これはあの、はい、このやつら。しょうがないか。ああ、でも、この迷子の森で。ああ、ダメだろ。エルフ必要だな。エルフがいないと、もうあの誰だ、あの黒耳戦闘しなきゃ、戦闘しないと攻撃できない。めんどくさいな。通れないこの森、エルフいないとできないかな。めんどくさい、邪魔。多分あのエルフの町の方が早いだろう。エルフの町行こう。スイカじゃない、カワンじゃない、ドワーフの山道じゃない、金庫じゃない。ハヌヤクタ、いいんじゃない。多分一番近いは、誰だ、お前仲間テンプルトン。ひでえなこりゃ。こんなことされると困るんだよね。地図が変わっちゃうからな。おや、君たちは解放軍、そうか。最近トランコの城が解放軍のものになったって聞いたぞ。ねえ君たち、僕を仲間にしないか。地図作りなら一人前だよ。その代わりトランのお城の地図も作らせてもらうけどね。あ、この人地図か。それはいいね。地図必要ね。なんだなら他のところへ行っちゃおうかな。仲間にする。オッケー。ここいら
の調べが終わったらすぐに城へ向かうよ。よし、地図。ああ、そうだ。これあげるよ。この地図さえあれば OK さ。いいか、なくすなよ。表地図。タイに持っている。地図どこ？タイに。地図。地図どこ？パーティー。パーティーやとか。表ケース、どうやってですか？表ケース。イエリン、イエリンなんだ。わからない。あ、いい、この、あの、名前、あ、これか。あ、これは便利だな。あ、下のやつなんだ。こっち行ったことあるかな。あ、いやいや、覚えない。これはなんだ。これはなんだ。ぬくパンダ焼く、パ、そうだな、パンダ泣くって。これは仲間いるか。あ、これは仲間か。休憩のやつまだいる。休憩。これはいいね。いいもの見つけ。これは、これで、あの、攻略必要、もう必要はないだろう。とりあえず、コボを手に入れる。このやつは殺すか。気が晴れる。試験期間が終わって、気が晴れました。気が張り詰める。気が張り詰めていたので、全然疲れを覚えませんでした。気が早い。彼は気が早すぎるので、結論。まあ、最初にこの地図でよかったね。よし、カボルの町見つけた。大神に。こんにちは。俺は誇り高きコルボット戦士。でも今回はありがとう。これ仲間か。ゴン。ああ、兄貴。黒耳の兄貴。元気でしたか？おー、ゴン。黒耳は元気だ。解放軍で大活躍だ。ああ、兄貴、かっこいい。おお、俺も兄貴みたいになりたい。ダメだ。ゴン、大尉殿が許してくれない。お前はここに残れ。わかりました、黒耳の兄貴。仲間にする。ゴン、喜べ。タイニ殿が解放軍に入れてくれると言ったぞ。わー、いい。ワン、ワンワン。ワンワン。写真。エサ。そっか。ドッグボール、なんだろう。犬のワン。犬のワンワン。あら、あなた人間してはいい男ね。変態か。いらっしゃいませ。おぼろの封印球。敵の命中率ダウン。数の魔法を使える。針。風船を回復。風船？なんだ？針。
風船。風船なんだ、マリオくんみたい。なんだ、風船。俺たちコボットみんな感謝してるぞ。あ、これ仲間。これトラか。コボットじゃない、トラ。フースール。が、あ。俺はフースールよ。力は100人力だぜ。斧を振るえば大地が震え、おたけびはトランコをもうひっくり返すってことこだな。え、ガーンとも見る目がないね。中身に誘う解放軍に帰、飯さえ食わせてもらえるならな。もしかしてあんたがこいつの飯代1万ポッチを払ってくれるのかい。まあ安いね。 HM バブ行くと安いね。ああ解放軍もしっけてるね。払おう。ああ太っ腹だね。任せときな。飯代分は働くせ。よし、手に入れたトラ。止まる。一匹30ポッチだよ。ああ、これは安いね。安い店見つけた。やろうや。ルビー。プン。人間に話す言葉はない。人間これ。これはエルフか。くそ、これはエルフだな。なんだ、エルフ連れてくるという意味か。これはエルフだな。試しようか。この町も終わりか。そうだな、このルービーのやつ試しようか。でも行楽で何もない。でもこれはエルフみたい。どうかな。ああ、二人手に入れた。それはいいだろう。でも人間、それはヒントか。人間じゃないから。エルフみたいなやつ。ちょっと試しようか。そうだな、失敗なら大丈夫。この黒耳いらない、捨てる。二人のエルフのルミナとキルキスかな。はい、黒耳いらない。これをいらない。あの料理さんどうやって手に入れる。キルキス、そして名前忘れた。誰、ルミマ、シルビーナだな。これもエルフ。よし、二人のエルフ。トーラさん、トーラたちどこ行った。これは、ああ、この地図のやつ。いやー、この世界を全部僕の地図に知るスノーが夢たんだ。見えないかも、地図。なんで、そしてあの人、名前わからん。近い。どうやってあのローリーさん手に入れる。行楽必要かな。なんであの、まだヤクダオフの村。そうだな、あのドーフのところも行くか。ああ、この二人はアーチャー。それはいいね。二人のアーチャーの方がいいから。でも、
装備はダメ。弱い。弱いルミナ。気が早い。彼は気が早すぎるので、結論には信用が置けません。多分あのトラ強いだろう。トラ使う。よし、エルフやろう。仲間になれ、エルフやろう。あんたはルビー。よし。うん、キルキスか。お前、人間なんかと何をしている？僕は今、解放軍にいる。でも、それは村を奪われた復讐のためじゃない？帝国軍に苦しめられている多くの人たちがいる。それはエルフも人間も関係ない。彼らを助けたいんだ。くだらないな。帰るんだな。お前みたいなひよっこに何がわかる？え？ダメ？帰りな。お前のようなひよっこに話すことはない。キルキスダメか？でもあのルミーナいいか？キルキスダメ。ルミーナだけいいかな？あ、シルビーナ。コレッツなら、どうかな。この感じで、ルミーナと話すか。めんどくさい。めんどくさい。わからない。別人。これはいいだろう。このルミーナ。いや、シルビーナ。他のエルフ持っているかな。キルキス捨てて、ルミナだけでいいか。ローリーさんわからん。あのドワーフの町も行こうか。キルキスじゃない、捨てる。シルビーナはエルフ。ドワーフないね。このやつら誰かどうかわからん。これはトラ。トラ強いね。いや、わからん。このやつら。まあ、トラとりあえず。タイニーよりトラ。トラ強いね。なんて強い、強そうなやつ。ただの1万で買った。俺の同類。いえ、ペット。そうだな、ペット。ペット。またエオフか。その後、ドワーフの町行こうか。新しい仲間がいるかな。じゃあ、ルミナだけで手に入れるかな。そうだ、キルキスはダメなやつから手に入れない。シルビーナか。気が早い。彼は気が早すぎるので、結論には信用が置けません。気が引ける。あ、強いね。あの、トラ。気が引いてない。いや、気が引ける。私の意見でそうなったために気が引けます。エルフやろう、来い。エルフやろう。人間じゃない。これは人間じゃない。リミニア、シルビニアとか。そっか、別の
エルフ必要だ。でもこのルビニアダメ。わかった。他のエルフないだろう。ドワーフのやつ挨拶しよう。金庫。もし、まあ頑張れなよ。何か仲間いるか。これは仲間。あ、いや、ここでなんかベッド忘れる。あの長老のやつ手に入れるかな。これは風船か。風船。多分何もない。ないね。これは仲間。工房たちは何だって帝国かな。あの長老のやつしかないか。これは子供かな。この風車、電力、能力ですか。そう、風車。邪魔者。これも子供。長老仲間になれるか。頑張れよ若いの。ダメ。長老ダメ。じゃあ次は安定。テイコ。成果じゃない。どうやってこの野郎ども手に入れるかどうかわからん。これは金髪。わからん。今わからん。全部の場所行ったから、はい、とりあえず安定。右はあの橋、下はわからん。恐れた。これは安定だろう。この真ん中のやつかな。気がいける。私の意見でそうなったために気がいけます。気が気でない。試験の結果に気が気ではありません。二人かカズラ。気が気でない。もう